アジカン好き？好き。アジカン好きなら、ドラムの音だけ聞いて、何の曲かわかるかっていうクイズ、作ってきたから。5問。5問。いけそう？いや、でもドラムか、ちょっと難しいような気も。ね、ドラム難しいよね。ドラムむずそうっすね。うん。まあ、でも、アジカンドラムかっこいいから、ああ。かつ特徴的なフレーズ選んできたつもりだから、頑張ってほしい。まあ、清志だし。清志だし。で、今回ドラムなんだけど、俺 DTM 初心者なんだけど、一応打ち込みで作ってきたから。ああ。しょぼい打ち込みではあるけど、まあ、特徴は多分捉えられてると思うから、ちょっと違ったとしてもご了承ください。了解です。これはわかりますね。おお、アフターダーク。正解。いや、これはわかるか。これはわかりますね。ギターが聞こえてきました。おお、最高のドラムじゃん。このドラムかっこよくない？このドラムかっこいい。かっこいいよね。ブリーチの歌じゃないですか、確か。あ、ブリーチの歌だ、そうそう。いけるじゃん。まあ、これぐらい。こういう系ならまあ。ドラムから始まるイントロだもんね。そうですね。わからん、うん、ピローズかと思った。ピローズピローズの曲であるかもしれないね。わからんよね。これはわかんないですね。でも俺が作った側からするとめっちゃギター聞こえてくるんだよな。あ、まあそりゃそうっすよね。そめっちゃもろこれじゃんってなるんだけど、やっぱ何もなしだときついか。ちょっとこれはむずいっすね。じゃあヒントもらっていいっすか。あ、じゃあ早速ヒントいくか。はい、はい、ヒントはベース音だけ入れてきた。ああ、なるほど。ドラムプラスベース音。まあ確かにギター入れたら多分分かっちゃう。そう、ギターだとさすがにちょっとヒントすぎるなぁと思って。はい、はい、はい。ベースとドラムだけで当ててほしい。じゃあ行きます。ループ&ループ。正解。いや、やっぱベース入ると違うな。うん、だからドラムのだけで当てるのってよっぽどむずいわ。これ今回激ムズだってことがわかるな。うん、強いてさ、わかるところがあるとすれば、ここの、あー、このなんかちょっと今度テカテンテンテンみたいなとこ、ちょっとなぞってる感じっていうか。そう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 、ベースと合ってるみたいな。うん、確かに。でも分かんないよな。いや、分からんかった。正直分からんかった。まあでも、ヒントで当てれてるから。じゃあ次行こう。無限グライダーですか？あー違う。あのイントロのとこ？イントロのとこ、なんかその、そうそう、ドラム入ったところ違う。あー、でもなんかこんな感じじゃなかった。こんな感じ。でも多分フロアタムじゃない？あー、そっか。うん、違う違う。あー、じゃあわかんねえわ。でもさ、なんか聞いたことあるよね。聞いたことある気がする。てっ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 てやつですか？そんな曲なかったっけ？コールドプレイだ、これ。全然違う。コールドプレイのドラムじゃないよ。違う。言われたら絶対あーってなる。言われたらあーってなると思う。あー、このドラムだったわーってなると思うんだよね。イントロ。ファンクラブですか？お、ファンクラブ。曲名思い出していいですか？うん。ファンクラブの頃さ、うん、ネットで見た記事だけど、ウォッチが、なんか、複雑なドラム、を求めてたっぽいよ。あ、そう。なるほど。そう。多分バタフライだ。正解！すげえ！そうだそうだそうだ、バタフライだ。すげえすげえ。これヒントなしでいけるんだ。いけましたね。でも、このドラムの印象あるよね。あるあるある。ちょっとちなみにだけど、ベース入ったバージョン流そうか。
ベースこんな感じなんですね。そう。これはこれに関してはベース聞いてもヒントにならないから。あ、こんな感じなんだ、ベース。これに関してはドラムの方がなんか印象づいてるというか。うん。ドラムだな。ね。やっぱ味感、細かいよね。よくこんな覚えれるな。覚えれるとかいう次元じゃないだろ。すごいな。作ってんだから。うん、でも全然わからんけど、なんかのタイアップの曲っぽくないですか？あ、そう。あ、本当に？本当にそう。アニメですか？おお、アニメ。ああ、でもいっぱいやっとるからな。今アニメ感あった？このドラム。じゃあなんかこの、なんだろう、疾走感あるから、なんかそういうアニメのオープニング、ああなるほどね、やってそうな気がしただけで、すごい合ってる。でもいっぱいやっとるからな。いっぱいやってるよね。ナルトかな。じゃあ、でも少年誌は合ってる。ジャンプでだってナルト以外、ええでも正直俺それ見てないからさ。ああ、うん、え、最近のやつですか？じゃあ、そうだね、割りかしってこと。うん、割りかし。最近のやつって味感？え、最近の曲ってこと？俺だ。最近の曲。あ、本当に？うん。え、呪術回戦ですか？呪術回戦じゃない。呪術回戦じゃない。っていうかやってたっけ？いや、知らん。わかんな、じゃあ。わかんないか。わかんな。じゃあヒント。はい。ベース入り。あるんですか？ある。結構ベースも確かに攻めてる。うん。え、ジャンプの漫画だ。ジャンプだった気がするけどな。ドロロの曲ですか？あー違う。だ、ジャンプじゃないもんあれ。あ、でもわかんねえ、マジでわからんか。うん。いや、答えはエンパシー。あー、まああんまピンとこないか。ちょっとわかんないですね。わかんないか。ちなみに B メロ。 B メロ、うん、B メロからサビにかけて入ってくとこまで。余計わかんないですね。わかんないよな、はい。でもかっこいいなと思ってチョイスした。確かにかっこいい。うん、かっこいい。かっこいいですね。うん。これ一番何のあれなんですか？ヒロアカ。あ、ヒロアカなんですね。そうそうそう。映画、ヒロアカの映画らしい。あれですよね、あのイントロとかじゃないですもんね。おお、イントロじゃない。リライトの、うん、あのなんかダラーってするところ。あそこ暇してるわけじゃない、ダラーって。あの遊んでるところ。遊びのところ。感想だ。うん。違う。でも確かに言わんとしてることはわかる。こんな感じっすよね。うんうんうん。自分的にチョイスして気づいてほしいポイントとしては、はい、あのタムのとこのこの三連符のところ。三連符。ドゥル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 。はいはい。で、分かってもらえたら嬉しいなぁと思って作った。もうリライトにしか聞こえなくなっちゃった。ゴッチがうろうろしてる。ゴッチがうろうろしてる。よし、じゃあ、ヒント出します。はいはい。で、これ、このベースのヒントが入ると全然聞こえ方違うと思う。だよね。でもなんか全然あ、ソラニンか。お、正解。ソラニンの感想、あー、うん、あの C メロみたいなところに入る前、はい、缶コーヒーの、そう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 、缶コーヒーのとこ、缶コーヒーの前、あ、そう、缶コーヒーのドラムもこれ、ずっとこれ、そうですね、うん、そうそうそう、あ、でベース入るのはそこそこ、そう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 、缶コーヒーのとこだ。すごい。だからやっぱりあの耳に勝手に入ってきてるっていう。ソラニン
俺映画めっちゃ好きで。ああ、俺もめっちゃ好き。5回ぐらい見ました。めっちゃ見てるじゃん。俺漫画も好きだわ。漫画も買った。てか、新装版も買いました。もう一回見ようかな。もう一回見よう。空に。